絶対負けねえからな。おい、気合い入れろよ。さて、どこから壊すかな。やめろ、そういう勝負じゃない。ジェン、指示出し頼んだぞ。楽しそうですね。実に微笑ましい。どこがだ。アンドレッドノート。うわあ、海だ。ヤッホー。それは山でやるやつだ。細かいな。別にいいだろ、何言っても。たく、ただでさえうるせえんだ。海なんかではしゃぐな。はしゃぐだろ、海久々だな。晴れてよかったな。だな。しかし日頃の働きをねぎらって各ハウスに夏季休暇をよこすとは、ネストの福利厚生もバカにしたものではないな。しかも今話題のプライベートビーチに特別枠でご招待ときた。ほんとたまには気が利くよな。他のハウスも同じように招待されているはずだ。ばったり会うことがあるかもな。ま、それも面白いんじゃね。なわけあるか。どう考えても面倒だ。お、あそこなんか盛り上がってるぞ。興味ねえ。見に行こうぜ。ジン、諦めろ。今日はこういう日だ。おい見ろよ、ビーチバレー大会だってさ。ほう。優勝商品は最高級スイカ。うまそう。なあ参加しようぜ。俺たち3人なら優勝間違いなしじゃん。ビーチバレーは2人1組だろう。では私はその辺を散歩してくるから2人で。うわなんだ。うん、殺さないで。自分からぶつかっといて何言ってんだ。ナイトアウルのスメラギセントが。へえ、お前らも来てたのか。で、何を騒いでるんだ。その、だって僕はビーチバレーとか絶対無理なんで。え、出場すんの。ええ、事情がありましてね。ナイトアウルのレコーダー、星神兄弟。ホークアイズの皆さんは休暇にもお揃いで、相変わらず仲がよろしいんですね。お互い様だろう。そうそう、仲良しだからさ、俺らのためにビーチバレーやれるよな。なあセント。無理無理無理。こいつ大会なんて出られるのか。私だって強制はしたくありませんが、ちょっとした手違いでセントが選手として登録されてしまいましてね。そんなことある。つうかやっぱホークアイズも出場するんだ。そんな予定はない。誰がこんな。それって俺らに勝てないから。あ、何言ってんだ。お前らなんかに負けるわけないだろう。おいルイ。ほらな、面倒なことになった。見てろよナイトアール、完璧に任せてやるからな。って言ってたのに、よりによってお前とペアか。ごめんなさい。いや謝んなくていいけどさ。チームと監督は出場者グループからのランダム選出です。出場規定に書いてあったでしょ。全然見てなかった。まあチーム分けに文句言ってもしょうがねえか。ジェン、監督は頼んだ。で、俺のペアはあんたってわけ。ちょっとは動けんの。これでもホークアイズのレコーダーだ。あっそ、ま別に関係ないけどな。自分から聞いておいて勝手なやつだ。枯柳浄土さんでしたか。私が監督を務めます。それぞれのチームのために正々堂々頑張りましょうね。思ってもないことを。こらー、ボールから逃げるな。だって僕に向かってボールを打ってきて、ひどいよ。いやそういう競技なんだけど。そっち行ったぞ。いやー、殺さないで。死ぬわけないだろう。なんだこいつ。ルイ、一旦そいつは放っておけ。この勝負はお前一人で勝てる。だよな。しゃ、雑魚ばっかじゃん。おい、今のは危険なプレーだ。相手との力量差は明白。本気を出す必要はない。なんで。まったく、そちらからも何か言ってくれないか。このままじゃ怪我人が出るぞ。無意味ですよ。ユンでは気が向かない限り誰の指図も受けませんから。はあ、頭が痛いな。さあ、いよいよ決勝戦です。
果たして豪華賞品はどちらのチームが手にするのでしょうか。絶対負けねえからな。おい、気合い入れろよ。さて、どこから壊すかな。やめろ、そういう勝負じゃない。逃げてる戦闘面白い。くっそー、これでどうやって勝ちゃいいんだよ。落ち着けるい、真ん中を狙ってみろ。わかった。よっしゃ、なかなかいいサーブじゃないか。そうか、あいつら連携はいまいちなのか。俺の位置から見れば守備の穴はわかりやすい。指示を出すから積極的に狙っていけ。あいつ邪魔だな、潰しちゃおうかな。監督を狙うのはルール違反だぞ。でもほら、偶然たまたまあっちにボールが行っちゃうこともあるんじゃね。お前本気で言ってるのか。あいつらなんか揉めてるし、チャンスだ。怖いよ、だから目つむるなって。そっちの小さいのも諦め悪いよな。チーム分けが決まった時点で俺たちに勝つのは無理でしょう。お前の相手なんか俺一人で十分だっつの。へえ、生意気言うじゃん。で、おお、やるじゃん、意外とすばしっこい。どうだ、まだまだ返せてるだろう。じゃあもっと強いやつ行ってみるか。あ、破裂した、ボールが。これはまさかの展開、ボールが壊れてしまいました。失格です。ああ、つまんねえの。十分楽しんでいたように見えましたが。あ、終わった、よかった、生きて帰れたんだ。勝った気がしねえ。まあ、いっか、スイカうまいし。美味しいね、メテ君、ユンデ君。最高級とか言うだけあんじゃん。だよな。せっかくの商品を分け与えるなんて、ずいぶんお優しい。え、二人で食べきれる量じゃねえし、当たり前だろ。しかし、ルイは妙に馴染んでいるな。あいつはいつもそうだ。てか、お前ら二人ともフルーツ好きなのか。なんか意外だな。そうですか？スイカ目当てにビーチバレー大会に参加するなんてさ、相当好きじゃん。いや、なわけねえじゃん。わ、じゃあなんで。ユンデ、もう食べないのですか？そのスイカまだ端の方が残っていますよ。この辺ってもう味薄いじゃん。スイカの真ん中だけくれよ。やだよ、そこが一番甘いだろ。じゃ、セントのやつでいいや。いいえ、ダメ。おい、くっつくな。だってユンデ君が意地悪するから。セント、あまり迷惑をかけてはいけませんよ。見てくれてありがとな。面白かったら他の動画も見てくれよ。チャンネル登録と高評価もよろしく頼む。ああ、やった。お前もちゃんと言えよ。